皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケージアジマです。今風呂上がりです。化粧してないんで、顔を見せることができません。すいません。ひどいからね。で、あのパパがね、大阪出張行ってきたんですけど、あのなんか面白いことがあったみたいで、でちょっと話してくれるみたいなんで、ちょっと急にねカメラをつけました。ちょっと話を聞いてみましょう。私も楽しみです。この前ね、あの大阪で仕事があったんですよ。はい。急にあの呼ばれてね、夜の7時から会議ですよ。はい。終わったのが9時半ですよ。ああ死ぬね。しんどいね、はぁと思って。で、お客さんももうはぁなってて、じゃあもう今から飲み行きますかって誘ったんですよ。二人で飲み行こうと思ってね。でその方の方が若いんですよ、ちょっとね。こっちがね、こうやって会社を出てからこうやって言うわけですよ。美味しいところがいいんですけど。あ、美味しいとこ行きたいんですけど。美味しいところ行きたいじゃないですか。どうせならもう美味しいとこ行きましょう。そうだね、どうせならね。ただ9時半なんで大丈夫ですかねって言ったら、あ、普通の居酒屋なら空いてますよって言って、普通の居酒屋ちょっとねって言って、でも美味しい居酒屋ならいいですよって言って、めっちゃプレッシャーかけますねって言われて。めっちゃプレッシャーかけますねって。でも美味しいとこ行きましょうよ、せっかくなんで、こっちが終わりますって言って、ってね、そうしたら、分かりましたって言って、ちょっといつも行ってるとこしか知らないんで、ちょっと行きましょうって言って、こうやって歩いてったんですよ。阪急のね、横下を通ってね、そうしたらね、普通のビルのね、地下街に入ろうとするんですよ。いいんですかここでって、ちょっといいんですかここでって、ちょっと後ろ振り返っていく途中に、あのボロボロのね居酒屋とかあったじゃないですか。あ、パパボロボロのとこ行きたいんだよね。ああいうところが面白いから。そうそうそう、ほんで何軒もあるんですね、そういうボロボロの小さい酒屋が。めちゃくちゃ行きたいんですよ。でお客さんにね、あそこら辺ちょっと行ったことありますかって言ったら、いやないですよ、ちょっと入りにくいですもん。ですよね。行きますか。嫌がってのに行きますかって。でもね、お客さんからしたら別にね、こっちは怒るからね。おでん屋さんがあるみたいな。おでん屋さん、そこ行きましょうよ。今にも潰れそうじゃないですか。今にも潰れそうな店。そういうボロボロのところでも、そこはね、ちゃんとね、お花がね、こうやって玄関にこう置いてあったんですよ。あの小さな花壇ですけどね。しっかりしてるなと思ってね。で、こう入ってみたらね、やっぱり中ボロボロでしたね。中ボロボロ。ボロボロで、しかも、あのドラえもんのジャイアンのお母さん、皆さんご存知ですよね。ジャイアンのお母さんが腰にこう手を当てて生中をこうガー飲みながら入ったら、こうやって入ったらね、入ったら、おいらっしゃいって、いらっしゃい、ああそこにビール、ジャイアンのお母さんが生中飲んで腰に手を当てて、こうやってやってる、二人ですって言ったら、いいよって言って、こうやって入って、雰囲気良かったんですよ。ボロボロでしたけどね、中もすっごいね、いろんなものがね、ごちゃごちゃってなって、置いてあって、大根とかね、こんにゃくとか、でもね、出てきたね、大根がめちゃくちゃうまいんですよ。あ、大根が、あそこは本当美味しかったですね。こうしたらね、あのおでんのメニューの中にこのネギマってあったんでね。ネギマ？ネギマですよ。ネギマってあの焼き鳥じゃん。焼き鳥ですよね。え、な、焼き鳥をおでんの中突っ込んだかな。これはまた面白いの出たなと思って、でネギマおでんくださいって言ったんで、そうしたらネギマちょっと待ってって言われて、ネギマ出てきたんですけどね、ネギと、あの本当ネギマあるじゃないですか、ネギ鶏肉、ネギ鶏肉、ネギ鶏の子、あれがね、ネギマグロ、ネギマグロ、マグロ、ネギマグロ、ネギマグロだからネギマって言うんだ。そうそう、はあ、初めて聞く。僕が頼んでお客さんが食べたんですけど、食べてって言って、結構うまかったらしい。新メニューだね。そう、新メニュー、やっぱね、大阪ってね、大阪ってすごいよね、名前がね、斬新すぎる。ネギマ、本当にあの
じゃあの焼き鳥のネギマなんて言うんだろうと思ってね、あのマ、ま、あの焼き鳥のネギマのマは何なんだろう、何なんだろうって思うよね。確かに考えたことないわ。うん、それがちょっと気になりますね。うん、でそれからお客さんとベラベラ喋りながら、うん、もうね、出てくる料理みんな美味しかったって、うん、安いしね、うん、うん、本当に。でもビールもカポカポ飲んで、でそれであれですよ、うん、でもあの11時ぐらいだったんで、うん、もう帰ろうかなと思って、最後あの締めの焼きうどんね、締めの焼きうどん、焼きうどん食べたいなと思って、うん、メニューずーっと最初から狙っててね、狙ってた、狙ってて、うん、であのジャイアンのお母さんに、うん、すいません焼きうどんくださいって言ったら、うん、まだ食べるのって、まだ食べるのあんたたちって、いやそんなん食べてないですけど、そう言って10時半でラストオーダーだよって言われて、うん、えそれ聞いてないですけどと思って、うん、普通言うじゃないですか10時半、うん、そうだね、入ったら10時半でラストですよ、10時半ラストオーダー聞いてないよってね、聞いてない、うん、あじゃあごめんなさいもういいですよ、ごめんなさい、ごめんなさいもういいですよって、そうそう、うん、そうしたらね、今度おでんラーメンならあるけどおでんラーメン、これも初めてだな、おでんラーメン聞いたことない、聞いたことないから、うん、分かんないですけどおでんラーメンでって言ったら、うん、そうしたらね、おでんラーメンはおでんのあのつゆあるじゃないですか、うんうんうん、こういうおでんやってると、うん、あそこにねラーメンをガッて入れて、あおでんのつゆにラーメンか入れて、そうそう、でそれでねまた3、4分したらこれをねガサッとこう入れてね、うん、で、はいおでんラーメンって出す、おーでも魚の出汁が出たって美味しいかもね、それがねめちゃくちゃ美味しいんですよ、めちゃくちゃ美味しい、あのねおでんラーメンはね、うん、本当に美味しくてね、うん、ジャイアンのお母さんにね本当に、うん、おでんラーメンめちゃくちゃうまいですねって言ったらね、うん、ほやろって言ってね、ほやろって喜んだ、そうなんでメニュー載せてないんですかとか言ったらね、うん、いやうまいやろこれがね、うん、ほんまにうまいよって言って、ね、うん、って言ったらねジャイアンのお母さんがね、うん、すごい嬉しかったんでしょうね、うん、そしたらさっき、まだ食べるんかって言ったのに、うん、なんか差し入れのなんかお稲荷さん大量にあったんですよね、うん、でそれをもらったのかなんか分かんない、うん、お稲荷さん食うかって言われて、うん、俺さっきまだ食うんかって言われたのに、あいただきますってお稲荷さん食べた、うん、またそれがめちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、うん、それはもあのお金も取らないんでしょ、もう取らないですよ、すごいね、こっからお金取らないで、うん、そしたらお客さんはもうお腹いっぱいなんでって言って、うん、兄ちゃんも食べやーって言ってね、うん、兄ちゃんも、ね、お客さんも食べさせられてね、うん、でそしたら漬物もあったんですよ、うん、これがねまたうまいんですよ、その漬物、料理がもともとうまい人だね、この漬物うまいですね、何でもうまいの、うまいよって言ってね、今度なんかわさび漬けが今度また出てきてね、うまいですねって言ったらね、ほやろって言って、今度はあのね、うん、わかめあるけど食べるか言われて、どん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 出てくるね、わかめ食べるかって言われて、わかめどうやって食べるんやろうと思うじゃないですか、うん、わかめだってね、そのままバクバク食べるわけ、うん、そしたらね、あえ物かわかめを、うん、あの白子あるじゃないですか、うん、白子とあえてちょっと酢の物ね、こうあえ物、うん、そうそう、しかもちょっとじゃないの、ドカッと、ね、ドカッとこれぐらい、そう出てきてね、うん、もう食べれんのよ、もう食べれん、美味しいって言っちゃいかんよ、また出てくるよ、うん、そうしたらまたそのわかめと白子もめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい、生中もうなんやんかって言ってね、生中出されてねで生中出されて苦しいやん、それからジャイアンのお母さんもまた自分のついでこう、うん、自分もビール入れてまた飲んでるんですよ、うん飲んでる、すげえな、すごい幸せだな、お母さん、今度柿とリンゴ、柿とリンゴが出てきた、 それもくれた、山盛りでね、山盛りすごいな、そうしたらそれをね調子良くなったでしょうね、うん、他にあの 2,3 組おったお客さんにみんなにやってるんです、あみんなに、あ柿食べてっつって、そうそう、これ食べたら今度みかん食うか、みかん食うか、太っ腹お母さんやな、辛くてね、辛いよね、もう大食い 対決みたいになってきたね、うん、でちょっと食べるスピードが落ちてきたと思ったら、このお母さんの身の上話が始まってね息子は2人なんですよ、うん、で旦那さんは10歳上で今73歳、73歳、73歳ですかって言ったら、うん、働いてるねって、まだ働いてる、73歳で働いてるんですかって聞いたら、うん、すごいですねって言ったらね、お死ぬまで働け、一人で死ぬまで働けって
母さんすごい。兄ちゃん子供何おるんやって言って3人ですよ、うん、男3人ですって言ったら、うちは男2人やって言って、うん、もう旦那の子はこれ以上いらん、旦那の子はもうこれ以上いらん、3人目は別の男にしようと思って3人の目は3人目は男の違う人の子でええわって思ったって、そうそうそう、すごいな、同じ男の子供は2人までもういらんって、うん、ね、子供はね本当にねいろいろ言うじゃないですか、うん、サッカー連れてって、うん、サッカーやろう野球やろうって、うん、あ子供がねあれで誘ってくれて、その時はあ面倒くさい疲れとんのにこんな人、うん、思うんだけど、あれをやってあげると子供は嬉しいだけどね、あれによってね親はね本当にねあれがいい思い出になるよって言ってね、うん、子供にね楽しまされさせてもらっとると思ってね、今思いっきりやらなあかんで、うん、兄ちゃんって言って、うん、で帰ってったんですよ、うん、でね最後、あそう最後ね、うん、今度お愛想やるじゃないですか、うん、お愛想お願いしますって、2人で8720円だった、8720円、うん、そしたら8720円に1万円出したらね、うん、兄ちゃん、そしたら1500円お釣りが返ってくるんですよ、うん、ちょっと違うと思うんですけど、ちょっと違うと思うんですけど、いいよ別にって言われて、へえ、ほんと太っ腹お母さんやな、ね、えまあ実際あの太っ腹でしたけど、ね、絶対太っ腹だった、ジャイアンのお母さんみたいにこう大きい、うん、そうくびれとかないですね、くびれとかない、うんうん、もうそのままこうこういうこうこういう感じね、こういう感じこういう感じね、うん、すっごいいいお店だった、はあ、でもお母さんすごいな、幸せだよね、うん、飲食店だからこう仕事しながらビールガブガブ飲めるってすごいよね、普通仕事しながらビール飲む人あんまりおらんじゃん、ね、お客さんの前でね、お客さんの前でね、すごい幸せ、お客さんの前でガバガバ飲んで、ガバガバ飲んで、わあかっこいいわ、行きたいわ、ああいう店絶対うまいよ、ね、ああいう、こうボロボロの店で、あのお店の人面白いとこめっちゃ行きたい、最高、何とこですか、羨ましいわ、また行きますよ、また行くよ、うん、そこまたお母さんとおしゃべりできるしね、そうね、うん、いやおでんがね本当美味しかったんだよ、今回は怒られんかったじゃん、全然ね、えそう前は串焼きはえらい怒られたけど、カウンターにね、あの、うん、らっきょうが入ったの、うん、あのタッパが、うん、あのご自由にどうぞ、ご自由にどうぞって、これ危ないやつちゃうんかと思ってね、うん、これは箸で行ったらあかんよ、あかんよ、また怒られる、そりゃあかんよ、で隣見てもみんなもう進んでるからね、らっきょう手をつけてないわけです、うん、これまた怒られるなと思って、うん、だけど、まあ、らっきょう好きだからね、うん、で美味しいかどうかもあるじゃない、うん、美味しかったら食べたいしと思って、うん、そしたらでもまた怒られるの嫌やしと思って、ね、うん、タッパー開けたらね、その中にちゃんとスプーンが入ってた、あーよかった、危ない、あぶね、そういうスプーンあったからね、スプーンでこう出してね、よかったじゃん、今回完璧じゃん、トラウマになってから、それ普通常識的にみんなそれは知ってるけど、一回やっちゃったもんねパパね、うん、でもよかったね、怒られずに美味しいもん食べてよかったじゃん、そうそう、そこはまたいい、うん、最後に一言いいですか、私パパもう73歳まで働いてください、殺す気か、殺す気、はい、こういう風にね、今日パパに大阪のおでん屋の話を聞いてみました。私個人的にはすごく面白かったんですけどね、行ってみたいなーなんて思ったんですけど、皆さんこういう話また聞きたいと思ったらいいねを押してください、あとチャンネル登録まだの方は今押しちゃってください、最後までご視聴ありがとうございました、やめろやめろ